皆さん腹筋をいつもやってると思いますが、まあ、世の中筋トレをやってる人の全ての人が当然のことなく腹筋をやっていますベンチプレスをやってなくても腹筋をやってるというのはまあこの腹筋の人気を示してるわけですけれどもだから全ての人が腹筋をやっていますでその腹筋をやってる人を、まあ、やってるところを見るとはた、まあ、から見ればああ腹筋やってるやってるああ起き上がってるから腹筋やってるというふうに見えるんですが まあ僕は筋トレを教えるものとして、今まで何千回も何万回も分かんないけど、腹筋をずっと指導してきました。で、そうすると、一般の人からは、ああ、起き上がってる起き上がってる腹筋やってるねというものが、僕には、あ,あの腹筋はちょっと、あ、ここがちょっともうほんのちょっとこの下ミスがみたいな、この小さなミスが本当に見えるんですね。 まあこれはやっぱり長く指導してきてずっと教え続けてるからというのがあるんですけども、そのね、小さなミスが一個一個あると、まあ正直言うとね、このね、ミスをする場合って一個じゃなくて二個三個もあるわけですけど、その小さなミスが重なると、腹筋をやってるようで、今言ったな、旗から見れば起き上がって腹筋をやってるようで全然腹筋に効いてないということが起きてくるんですね。 すべてがちょっとちょっとちょっとこうやって逃がしているので、実際のところ、腹筋がきちんと収縮して伸びるというふうになってない。それから腹筋に負荷が乗ってないということになるんで、今日はね、このね、小さなミスを全部洗い出して、皆さんがそれやってないかどうかを自分でチェックしていただいて、あればそれをすぐに修正してもらいたいと思います。まずね、えっ、ー、と、最初はちょっとありがちなところではあるんですが、ありがちなところで、腹筋を、まあ、あの、どの腹筋でもいいんですけど、どの腹筋でもいいんですけど、こうやってやってる時に一番起きがちなのが、 呼吸のミスね。呼吸のミス。呼吸、明らかに今,今は違いますよね。呼吸は必ず収縮する、この一番最初の収縮をこのタイミングも吐き始める。とっくにこれで吐き終わってます。0から吐き始めて、動きの0から吐き始めて、一番上が10とすると最後の8、9、10はもうとっくに空気が全部出た状態にしておけたんですね。これが空気を出せなくて、 最初の5まで出してなくて、で、これから、うーって言って、最後の10過ぎた後の11戻ったところで、11じゃないな。マイナス1になったところで、えっ,って入っちゃう。これも全然違うわけですね。これはもう、閉まった時の空気を全部出してなきゃいけない。で、これも一番やっぱりありがちな間違いとしては、腹筋に力が入ってないのに喉の力を入れてるということなんですよ。腹筋に力が入らないから喉に力を入れてると思うんですけど、喉の力をとにかく抜いてください。 抜いて、太くして、ゆるーくして、腹筋だけ締めて、そもそも音がしないということ。音がしないように吐いてくださいね。へーっていうのは、吐いてるのをアピールしてるだけなんで、これアピールいらないです。アピールしてるのに自分が分かってればいいことなので、もう吐いてます。もうこれだと太くして音はいらないそれぐらいゆるーくして、腹筋だけ締めて、吐く。このタイミングで、ね、上がった時はとっくに吐き終わってる。という感じです。それはもうレッグレーズのマシンでやっても全部一緒。そのタイミングでもう吐いてください。 それから、次にあるのがですね、この、じゃあまあそうですね。まあじゃあまず,まずクランジでいこう。クランジでやるときにノジック、こう、こう、こう、速いです。レッグレーズも、こう、こう、速い速い、速い速い、速すぎるんですよ。速いのはもう腹筋本当にいらないです。とにかく、ゆっくりめに動かして、反動とか抜けるとかないようにしていく。 ゆっくり上げて止める。ゆっくり抵抗しながらで止める。ゆっくり行って止める。ゆっくり行って止める。クランしでも一緒。ゆっくり行って止める。ゆっくり行って止める。ゆっくり行ってこう止める。ここで止める。ゆっくり負荷抜けない止める。俺の時も抜けないで止める。という感じで、必ず腹筋やる時にも、 上で止める、下で止める。この2箇所を止めるというところを作っていかなければ、もう反動つきまくり、負荷逃げまくりなんですね。だから絶対に早くしないで、上と下は絶対止める。これはもう絶対的なルールをして、どんな腹筋でもこれをやってください。それから、こっからがかなり細かくなってくるところで、 なかなかね、やっぱりこういう仕事をしてる人じゃないと見えてこないところになってくるんですけれども、えっ、ー、と、このクランチをやってるときに、ちょっとあの手を外しますね。手が、手が邪魔だ見えない手を外しますね。本当はまあここにあるという感じね。クランチをやっているときに、かなり多くの人がやっぱこうなんですよ。こうなんですよ。これが、もう間違い。何が間違いかです。今、胴体の動きに対して、胴体の動きに対して首の動きがありすぎですね。 首の動きがありすぎる。これが旗から見ると起き上がっているのも見えるけど、実際には胴体が折れ曲がってない、腹筋が収縮してないって感じなんですよ。だから、この、おでこが上がってると上がってる気になるんですけど、実際のところ、背中が上がってない、胴体が折れ曲がってない、腹筋が収縮してない。という感じなんですよ。なので、この首の折れ曲がり、おでこの上げるのはいらないんですよ。おでこを上げない。で、おでこを上げないっていうのもなかなか自分ではわからないので、もうね、そもそもはこれね、顎を下げるというのをなくす。 顎をね、逆に上げるつもりで構えです。顎がちょっと上がってるつもりで構わないから、そうすると、今、胴体と首の角度でほぼ変わってないでしょ。ほぼ変わってないでしょ。自分では何もしてない状態っていうのはこういうつもりなんですよ。でもこれはもう完全に顎は下がってる。だから顎を上げてるつもりでちょっとやっていくと、 この角度一切変わらない胴体の折り曲がりだけで行くんで、腹筋がきちんと縮んでくるということですね。で、これをやると、顎を下げない。で、顎をちょっと上げた状態でやっていくと、自分の動く範囲があまりにちっちゃくて、ちょっとショックを受けちゃうんですね、本当に。ショックを受けるんですけれども、でもそれが事実なんですよ。それが自分がやってる腹筋の範囲なので、まあ、それは受け止めるしかなくて、その顎を上げて、この動いてる範囲のみでしっかりと収縮止める、ゆっくり止めるっていう、 この範囲のみでしっかりとやっていく必要があるんですね。だから、そもそもが、この腹筋をしっかり締めて、ここを折り曲げるということをやっていかなきゃいけないので、それをこれでごまかさないということ。で、そのためには少し顎上げ意味でやった方が自分が実際にどのぐらい胴体が丸まっているか、腹筋が縮まっているか分わかりますので、顎を下げないで、ちょっと顎を上げながらやってみてください。それか、ら次にあるのがですね、じゃあレッグレーズ行きましょうか。レッグレーズでやってるときに、レッグレーズをやってるときに、 こう上がってる時に、こういう人結構います。何が悪いんでしょうか何が悪いんでしょうかつま先がずれてるんですよ。つま先がずれてる人結構います。結構います。これを正直親指まで揃える。までしてほしいんですよ。このつま先がずれてる。つまり足首の角度が違う。そうすると大体下起の力の入り方が違う。そうすると腹筋の力の入り方が違う。左右で腹筋の力の入り方が違う,でののが違うんですね。 これたまたまじゃなくて、これをやる人は毎回毎回同じようにこの同じずれです逆には絶対ならないと。だからこれを揃えて腹筋を同じようにやらなければいけないので、やってる時にきちんと目、目でね、首をまくってあるんですけど、目線だけ向けて、つま先が揃ってるかどうか、ずれてないかどうかっていうのは必ずチェックしてください。 このつま先のズレが腹筋のズレ、まあ腹筋の筋力のズレになっていくので、まずそこから調整していくということで、きちんと,と整っていくので、これもね、必ずチェックしてください。そして今、つま先がズレるって言ったんですけど、もう一個あるんですよ、つま先が。つま先はもう一個あって、つま先はね、レッグレーズやった時に、こういう感じ。こういう感じ。見えますわかりますこのカメラ撮ってる感じわかります つま先はね、ねじれてるんですよ。ほんとほんと。これ結構ありますよ。つま先はこっち向いて正面なのに、このつま先っていうかこの足の向きが、なんかこうねじれちゃうんですよ。まあ、ちょっと極端だけどね。これはねじれてやってる人もいます。もうこれも完全に腹筋の使い方違いますよね。左右が違うのでね。もうそもそも足がねじれねじるてるうから。これ必ず正面に向いてるかどうかも必ずチェックしてほしいです。 もうこのねじれというのはすごくいろいろあってですね。今、足がねじれてるって言ったんですけど、頭がねじれるときなんですよ。頭が、ちょっと寝転んでやると分かりづらいので、このままやりましょうか。こういうふうにクランチね、特にクランチをやってるときに、今、ここ真ん中じゃないですかね。ここ真ん中。で、鼻がこう真ん中。まあ、こうやってる、本人はこうやってるつもりなんですけれども、なんか僕が見てると、 ね明らかに顔がこっち向くんですよ。もう微妙ですよ。この正面に対してなんか10度ぐらいこっち向いちゃう。10度か15度ぐらい。微妙になんかこっち向くんですよ。これも明らかにもう腹筋の使い方違いますよね。こっち向きチンジャるこれ自分がなかなか気づかないですよ。 まあどこを見てるかちょっとわからないですけど、もう鼻の向きがこの自分のこの膝の間のこのね、ももの間のこのラインに来なければまっすぐじゃないのが頭がねじれてこういっちゃってる場合がある。まあ首がねじれてると思うんですけど、でもそのせいで腹筋のこのやっぱり筋力の違い、アンバランスっていうのは生まれてくるので、必ずまっすぐね、足のねじりもそうですけど、頭のねじりがないように鼻を正面に向けてやってください。それから、えっ、ー、と、これもちょっと正面向いて座りながら言いますね。ちょっと横からだと難しいので、 こう、クランチをやってるときに、クランチをやってるときに、肘を下ろしたときに開くしておます。下ろすときに開くしておます。逆言えば、上げるときに締めてるんですけど、下ろすときに開いてる。これ、そもそもクランチをやってるときにいるかっていうことなんですね。いらないんですよ。いらない。これなんでこの人こういう風になっちゃうかというと、 上げるときに、腹筋の力が弱くて、いまいち締まってこないで、なんとか締めて、上がりたい、上げたい。まあ、さっき頭もあったけど、なんとか上げたいことこで、肘の押しでグッと来たいんですよ肘の押しで来たいんですよ。これもういらないということね。で、下ろしたときにじゃあなんで開くかというと、下ろしたときにこれがもう緩んじゃう。で、緩んだらこれもバーンと緩めちゃうんですね。これ、正直言うと、このじゃあ、 少し閉じたまま、目いっぱい閉じなくても少し閉じたまま下ろしていくと、この締め、肋骨の上のこの腹斜筋の締めっていうのは維持できるんです。だけどこれを開くと言って大胸筋も開いていくけど、この腹斜筋も開いていくわけですね。当然ね。で、これを下ろしたときにもう緩めたくないんですよ。下ろしたときに僕はグッと締めたままやってくれって言ってますけど、これを開くということは、とにかくこの腹斜筋が緩む、そして肋骨がボーンと出るっていう形になるので、もうやっぱり腹筋が弱い人ほどこれをやっぱり開いて緩めちゃうんですね。これを 開かないで緩めたくないですよ。開かないでここを緩めたくない。ということ。肋骨の上の腹斜筋を緩めたくないので、絶対に開かないでやってほしい。そしてさらにあるんですよ。さらには、これを今の開く動向もあるんですけど、左右違う場合もあるんですよ。こっちだけ開いてる。今こっちだけ。こっちだけ開いてる場合もある。ずっとね。 これも明らかに、こっちだけ緩いですよね。こっちだけ締まってますよね。で、これもダメですよ。両方同じ幅で行かなければいけない。まあ、目いっぱい閉じることですよ。この、ちょっと、まあ、このぐらいの角度でいいんですけど、開きすぎない、ちょっと閉じてる状態の左右対称に、肘の向きはやっていく。これもすごい重要です。そして最後に、もう一つだけあります。これはですね、例えばね、こういうふうにクランチをやってるときに、上半身を上げると下半身が逃げてる。上半身を上げると下半身が逃げてる。上半身を上げると下半身が逃げてる。 でまあ、ちょっと極端にやってますけどこれをふってもや、まあ、ちょっとまた弱いと勢いつけちゃうんですけど勢いをつけるとこれがククッとこうちょっと僕はマネし,し,しづらいですけど押すとこれがカクッとこっちに逃げるんですよこのね骨盤とかこの腹筋の下あたりが上がるとこれがカクッとこっちに逃げるんですよ少しカクッと逃げちゃうんですよ足がというのもこの骨盤がガクッとこっちに逃げちゃう全然こう縮んでないでレッグレーザをやって,てもうこう来たらククッとこう上半身が押されちゃうんですよ少し上半身がこうと押されちゃうんですよ 上半身が押さえちゃう。これもう縮んでないよね。基本的には、こっちから来てもこっちが逃げない。全く骨盤とか腹筋のこっちの下の方が逃げないようにしておきたいところ。 で、こっちから来ても、こっちが全く逃げないようにしておきたいところ。だから、頭のイメージでは正直言うと、両方から縮んでる。だけど、戻るときは両方戻していいわけじゃなくて、頭の中では両方から縮んだぐらいのイメージにして、そして降りるときにはこっちを下ろさない。で、その両方から縮んでるイメージ、こっちを下ろさない。逆も同じね。だから、あんまりも,もちろんこれも早くしないで、両方から縮めてるイメージで、このぐらいのイメージ。でも、さらに下ろすときのこれを下ろさない。両方から縮めてるイメージ、下ろさないにしないと、 こっちのことしか考えてないから、こっちのことを全然忘れてて、押したら、ここを押すと、これを下がグッ、グッと押されちゃう。今度こっちのことしか考えてないから、レグレスの時にね、こっちのことしか考えてないから、こっちを、こっちのことを忘れてて、これはガクガクッとこう押されちゃうわけね。これ、ないようにしたいです。 だからね、全体像をイメージしてほしいですね。全体像。下だけとか上だけ上がればいいんじゃなくて、全体的にきっちりこういう風になっていて、全体的にきちんと縮んでる。絶対逃げてない。逃げてない。という全体像をイメージしながらやってほしいです。いろいろね、小さいミスあります。本当に自分で気づかないミスなんですけど、まあ、ここがだからミスなんですよ。自分で全く気づいてないです。今のことはね。だから、これは何度も何度も何度も言ってますけど、 きちんと今僕がこう撮ってるみたいな感じで自分で撮影して、スマホで撮影してで、できればちょっとアップで撮影してください。で、それで自分の今言ったような小さな間違いがないかどうかを客観的に見てください。 で必ずカメラに映ってますからね。あのー、カメラ嘘つきませんから必ずカメラ映ってるんで、それで確認して修正して、もう一回撮って確認して修正して、この繰り返しになりますので、そういうツールを使いながら自分の腹筋のやり方を修正してみてほしいです。そんな小さなミスをなくして、しっかりね、腹筋がもっともっと効くようにしていきましょう。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサートレーナー、ゆうじでした。GO!